ピンダットは軍事用車両と民間商業製品の開発と製造を行うインドネシアの国有企業。インドネシア国軍や法執行機関に対し武器や兵器などの軍需品を納入している。民間部門では貨物自動車や商業用爆薬、インフラ機器などの工業製品を取り扱っており、ピンダットでは設計開発、製造、メンテナンスを含む全般を受け負っている。 ジャワー島西部の都市、バンドンに本社を構える。1808年、オランダの政治家で、インドネシア総督であったヘルマン・ウィリアム・ダンデルスは、スラバヤに、軍需製品のための工場アーティルーリー・カンストラクティ・ウィンケルの設立を命じたことが起点となっている。その後、オランダ領東インド政府は海軍向け大砲の、工場プロイクティール・ファブリックの設立を1850年に、 命じている。1851年には名称が秋に変更されている。1923年から1932年の間にスラバヤの工場はバンドンに移設され、名称がアーティルーリー・インライチーンに変更され統一が行われている。日本統治時代には第一工作りに改名。その後、名称はレジェプロデューク・ティベドリジブに変更されている。 1950年4月29日、オランダとインドネシアの円卓会議場において、オランダは主権を、インドネシア連邦共和国に譲渡することに署名。オランダ国防省のインドネシア庁も、インドネシア国軍への移管に伴い名称もパブリック、戦者多段メシウとなり、国営の軍需産業となっている。PSM は1958年にパブリックアラット、プララトンアンカッテンダレットに、 1962年には、プリンディストリアンとニーアンカッテンダレットに改名が行われ現在に至っている。弾薬製造部門はトゥレンに位置しており、マラにある166ヘクタールの施設で研究開発が行われている。ハリマウ戦車ピンダドアのアインドネシア、警察特殊部隊の爆弾処理班向け車両コモド APC 拳銃短期間銃。 三弾重小銃バトルライフル機関銃狙撃銃、グレネードランチャー久しを兵器その他、装甲車両支援火機車両戦車水上機器。ありがとうございます。